という名称は、辰美義博の考案によるものであり、劇画工房の誕生以降の劇画ブームによって、世間一般に名称が定着した。劇画とは、それまでの漫画から一線を画した漫画表現の手法であり、青年向け漫画を子供向けの漫画と以下区別させるために作られたジャンルでもある。従来の漫画はあくまで子供向けであり、辰巳らは自分たちの作品が、 そのような評価を受けることを極端に嫌っていた。歌詞本劇画の読者層は労働者階級の若者であり、また劇画工房のメンバーも同じような階層の若者であった。作風としてはハリウッド映画やハードボイルド小説の影響が大きい。劇画という名称は1957年末に名古屋の歌詞本出版社セントラル文庫から出版された。 漫画短編集、町12号に掲載された、辰美義弘の幽霊タクシーで初めてその扉ページに使用されたと、される。一行、辰美は、新しい漫画のジャンルとして、劇画という名称を積極的に使い始める。その頃、大阪の日の丸文庫で貸本漫画を描いていた、漫画からは、原稿料の不払いに悩んでいた。そこで、 漫画家同士で団結して、出版社との交渉にあたる目的で、石川文康、K、元、三津、桜井昭一、山森進、佐藤正明、岩井茂雄、鈴木光志らの7人で、漫画制作集団、関西漫画家同人が結成された。1959年1月5日、辰巳義弘と、関西漫画家同人所属のうち石川、元三津、桜井、 山森、佐藤の5人が大阪の辰美の実家で会合を持った。その際、山森の自分たちにも劇画という名称を使わせてほしいとの要望を受け、辰美が個人的に使用していた劇画を日の丸文庫の漫画家仲間の間で共用することになった。1959年、辰美義博が中心となり、石川文康、慶元、三 桜井昭一、山森進む、佐藤正明、そして、斉藤、高尾ら七人で、劇画制作集団、劇画工房が結成される。斉藤、高尾は、当初、節画という名称にこだわっていたが、辰巳の説得に折れて参加することになった。結成時の話し合いに同席していた、松本正彦もまた、自らの付けた名称、九画にこだわり参加を渋っていたが、 4月になって、ようやくに加入、後に8人体制となる。活動に先んじて、劇画公募ご案内と、題名された、挨拶上150枚が、新聞社、出版社や漫画家に向けて送付された、劇画宣言と呼ばれる。この宣言文の宣伝効果は絶大で、漫画業界に、劇画という言葉が定着する。手塚治のもとにも届けられ、手塚は後に、 自伝、僕は、漫画家でこの挨拶状を取り上げている。この新しいジャンル、劇画は貸本漫画読者の間で、たちまち人気となり、影、街、摩天楼等、劇画短編集が多数出版され、貸本漫画の黄金期が始まることになった。ところが、1959年8月、メンバーは、辰美義博宅に急遽召集され、そこで、辰美義博、 斉藤、高尾、松本正彦の三人が劇画工房からの脱退を表明、後に解散となる。1965年、当時のトップ漫画家であった手塚治虫がいわゆる W3 事件で週刊少年マガジンの連載を交板するという事件が起こった。編集長の内田勝は手塚の抜けた穴を埋めるべく歌詞本劇画で活躍していた。 劇画家に執筆を依頼。これらの劇画は読者の高い支持を得て、以降、マガジンは劇画路線を推進していくことになる。劇画の人気を見て取った他の出版社からも次々と劇画雑誌が創刊される。1966年創刊のコミックマガジンを皮切りに、1967年創刊の週刊漫画アクションとヤングコミック。 1968年創刊のビッグコミック、プレイコミックなどが挙げられる。それらの雑誌には、歌詞本から商業雑誌に移行後のヒットを飛ばした、斉藤、高尾や佐藤正明、彼らのスタッフだった、川崎昇や、南馬賢治、小池和夫、劇画調に作風を変化させた、長島真嗣や白土三平、杉義春。 新世代の梶原一揆や宮谷和彦、バロン吉本、池上良一、上村和夫らが執筆し人気を博した。労働社会級の若者がメインターゲットの読者であった劇画は、当時盛んであった学生運動の熱狂と同期し、社会的なブームを巻き起こすことになる。歌詞本劇画史を前身として1964年に創刊されたガロア。 全共闘世代の大学生の愛読師であった。1970年3月31日に、ヨド号ハイジャック事件を起こした、赤軍派グループの宣言。我々は、明日のジョーであれは当時の劇画の若者に対する影響力を物語っている。だが、1972年の浅間山荘事件などの左翼の過激化で、学生運動が退調したと同時に、若者らに、 支持されていた劇画業界も冷え込んでいった。劇画は重く厚苦しいものとして若者らから敬遠されるようになり、それまで人気を誇っていた劇画雑誌は1970年代中頃より急激に部数を落としていった。ヤングコミックの編集者であった岡崎秀夫によると劇画雑誌の衰退は三流劇画誌の流行や1979年6月に 創刊された、週刊ヤングジャンプや1980年7月に、創刊の週刊ヤングマガジンといった新しい青年漫画雑誌の影響が大きいとしている。ニューウェーブ漫画を含む劇画の手法を取り入れた新しい漫画の登場で、従来型の劇画は、淘汰されていった。劇画ブーム後も生き残ったベテランや、その後デビューした劇画家によって今も作品は描かれているが、 ジャンルとしての劇画は低迷している。1995年には、辰美義博が、自伝漫画である、劇画漂流を発表。自らの経歴を振り返るとともに、ブーム以降に誤解された劇画のイメージを、回復させるべく活動した。現在の漫画の多くは少なからず劇画の影響下に、あるが、漫画と劇画を分離して故障するという提唱は未だに、実現しておらず。 包括的な故障として、なお漫画が用い綴られている。劇画の技術的な手法としては、カメラワークを使った小回りが挙げられる。俯瞰や煽りで三人称視点を取り入れたダイナミックな視点からの描写、人物のアップによる内面心理描写などがある。また、太字で強調された擬音や、高化線、集中線を使った演出、同じシーンを、 連続的にコマに描くことによって、時間経過を圧縮する演出なども、劇画工房の開発によるものである。劇画工房は、ハリウッド映画を参考に、これらを漫画技法として開発したのであり、このような革新的な表現が許されたのは、彼らが主に執筆していた日の丸文庫の表紙以外は自由に描かせるという法人主義の成果。 日の丸文庫の専務で漫画編集をしていた山田貴一が映画に対して理解が深かったおかげとされる。これらの技法はすぐに模倣されて漫画の一般的な技法として定着し、劇画の独自手法として見なされなくなってしまったため、世間一般には後の劇画雑誌ブームの際に流行した、秒線の多いリアルタッチな画風の漫画が劇画である。 というステレオタイプなイメージが残った。漫画的な絵と、劇画的な絵斎藤、高尾曰く、本来、絵は、劇画の条件には含まれていない、デフォルメされた、絵、少年、少女向けの絵でも構わないものであった。ところが、劇画黎明期を支えた面々が、第一線から消え、斎藤のみが残ってしまったため、斎藤町の絵が、劇画だと世間が誤解し、 定着してしまったという。事実、劇画黎明期を支えた代表的作家辰美義弘や松本正彦の絵は、一般的な劇画長のイメージとは異なるし、一般的には劇画家の範疇に含まれない、菅義晴や水木しげるも若い頃には、歌詞本劇画を手掛けている。大文音生年順。ありがとうございます。